んちょー。では今日からは古墳時代に入ります。旧石器、縄文、弥生、4個目かね、古墳時代で2回に分けたいと思います。1回目は、まあ、古墳時代ね、暮らしこんなことやってますよと。さあじゃあ行こうね。今日ね、あったかいんだよ、なんか冬のくせに。みんないつ勉強したのかちょっとわかんないけど、多分まあ最初に歴史やったら古墳時代って5月とかそんくらいな。暑いな、もう5月じゃな。今俺はね、冬なんだよ。でもね、今日はね、あったかい。あったかいってやっぱ体が動くね。はい、じゃあそしたらじゃあ古墳時代行きましょう。まず時代ね、大体古墳ってね、ここからね、AD ってもう OK だよね。プラス3世紀ってことですよ。ね、プラス。で、それからどこまでって言ったらね、一応ね、ここまで。コックさん。ね、聖徳太子って言ったじゃん。知ってるよね。推古天皇の摂政になるって、そこまでを一応ね、古墳にしておきましょう。ね。はい、ということで、じゃあまずは、プラス300からコックさんまで。これが古墳時代。じゃあね。どんなことやってた？はい、まず1個目。ね。大阪とか奈良。まあ、要は、近畿地方だね。あの辺あたりの、これ、豪族ってよ。豪族ってね、有力者。ね、権力者だ。ね。その辺の権力者が連合して作った政権。はい、これをね、大和政権とか言います。ね。おう、王権とか書いてある。ね、大和政権、または大和王権、大和朝廷とか。まあ、いろんな言い方書いてあるから、まあ、どっちでもいいや。ね、政権だから大和政権とかにしとく。ね、ちょっと一応王権って書いちゃったけどね、政権って書いてあるか。ね、はい。でね、5世紀中頃までに九州関東を支配したんだって。だから九州からダーって関東の遠くまではちょっと無理だったな。ね。はい。九州から関東までを支配したのが大和政権。大和王権。大和朝廷。ね。まあ、いろんな言い方あるからさ。ね。はい。でね、ちょっと線引っ張っとくか。九州から関東っていうところ。ね。じゃあちょっと緑あたりで。ね、はい、この辺を支配したんですよ。ね、はい。でね、この大和王権、一番偉い王様、これね、こうやって呼んだんだって。はい、これさ、振り仮名振って。俺ちょっと振るとなんかぐちゃってなりそうで、ちょっと怖いから振りたくないんだよ。はい、これでね、大きいって言うんです。大きい、大きいね。はい、ちょっと振っとく。でもちょっと振っとくか。大きいね、大きいとね。はい、こんな一番偉い人がいるね。でね、この横にね、中国の南朝に使いを送ったって書いてあるけど、まあ、この後ね、2回目で説明しますね。はい、で、それと、豪族の血のつながった集団。これはじゃあちょっと線引っ張っとくか。ね、血のつながった一族。ね、血縁関係の者たちだ。これをね、こうやって。はい、宇治。これでね、宇治っていうよ。ちょっと振っとく？宇治。ね、ちょっとぐちゃぐちゃのやつが怖いな。宇治。あのさ、よくさ、聞いたことあるでしょ？藤原氏とか、蘇我氏とか、足利氏とか。ね。それですよ、要は。血のつながった人たち。ね。これを宇治って呼ぶんだって。で、さらに、大きみから、宇治、この人たちね。与えられた地位とか仕事。はい。これをね、こうやって言うのよ。
これちょっと読めないよね。これも振っとこうな。カバネっていうの。カバネ、仕事とか地位のこと。これもじゃあ緑で引っ張っとくか。でね、こんな仕事があるんだって。これも振らないよ、振らないよ。おみ、神じゃねえぞ、おみ。むらじ、れんじゃない、むらじ。みやつこ。でもさ、あーでもまだやったことないか。竹取物語とかさ、ね。さぬきのみやつこ。これ、ね。なん、いける。とかなんかね、出てくるはずなんだよ。ね、はい、こんな感じで、地位の名前、仕事の名前、ね、はい、これをカバネっていう。でね、宇治とカバネを使って、下の奴らをまとめ上げてる政治のことを、市政制度っていうの、これだよ。ね、こうやってね、統率してったんですよ。市政制度を使って。ね、宇治とカバネを有効に使って。はい、こんなことをやってたのが、大和王権。ね、大和政権、大和朝廷。ね、まあ、学校でやったやつで覚えましょうよ。ね、関東から東北地方、あ、東北じゃない、九州の間。ね、この辺一帯を支配してたよ。ね、はい、市政制度やってました。宇治とかカバネやりました。ね、はい、じゃあどんな暮らししてましたか。もう古墳時代だから、これですよ。見たことあるでしょ、この形。ね。はい。まずは、お墓。ね、王様とか豪族のお墓のことを、これもいいでしょ。はい、もうまさに古墳時代勉強してるから、まあいいかな。はい、古墳って言います。でね、その古墳にもいろいろ種類があるわけ。四角いやつだったら方墳とかね、丸だったら円墳とかさ、いろいろ形があって、一番有名なのはこいつ。ね。はい、この形のことを、知ってんでしょ、もう。前方、後円墳。ね、あ、でさ、前方後円墳って言ってるから、前方後円だ。後ろが円だぞ。だからこれ、たまーにテストでさ、なんか、どっちが前ですか、どっちが後ろですか、ちょっと裏返っちゃって声が。どっちが前ですか、どっちが後ろですかって聞かれる時あるよ。そしたら、後円だから、後ろが円だから、こっちが後ろだよ。こっちが。こっちが前だよ。ね。はい、という問題が、出ることがある。だから気をつけて。ね。はい。でね、有名なのが、大阪にある。まあ、大阪の人も絶対知ってんだろう。まあ、絶対とまでじゃないけど、でかーい、日本一でかい古墳。しかも、世界遺産になったんだよ。世界遺産。ね。はい。これが、こうやって言うぞ。大仙古墳。大仙っていう大仙古墳ね。わあ、俺はちょっと、行ったことない。行ったことないからちょっとわかんない。でも世界遺産でしょ？ね、大阪はある。行ったこと。大阪城行ったもん。エレベーターがついてたからビビったよ。すごいよね。はい、じゃあそして次。埼玉。ね、埼玉県にね、こういう古墳がある。はい、読めなかったら、ちょっと自分で振ってな。ちょっと上に振るとぐちゃぐちゃになりそうで怖い。稲荷山古墳。ね。はい、こんなのあります。でね、あとね、熊本にね、江田船山古墳とかいうのが、もし学校でやったらね、やったらね、やったら、まあちょっとね、自分で知識として入れといてください。ね。はい。で、こんなね、大仙古墳、稲荷山古墳。ね。はい。こんな古墳が有名ですよ。または教科書資料集に入ってたりしますよ。と。ね。はい。で、古墳の周りに置かれた人形。ね。土製品。ね。はい。これはもういいでしょ。はい。何？埴輪。ね。はい。
あ、ね、持ってる持ってないか。前に俺話したよね、弥生時代の時のトロ遺跡行ったよっていう。なんか記憶にねえぞって、俺は全くない。でも埴輪を買ったんじゃねえかなっていう記憶がうっすら残ってて、でも家にもうないよ多分埴輪。なんかある家になんか庭とかにあるんじゃないの、みんなの家。ちょっとわかんないけどね。はい、埴輪。それとね、あとね、古墳時代の、あー、これは線引っ張ってる。硬い土器。ね。あー、ちょっと復習。縄文の土器っていうのは、縄目の文様がいっぱいわーっとかついてて、派手で厚くて脆いんだよね。で、弥生になると、シンプルになって、薄くて硬くなるんだよね。でね、でね、でね。で、古墳の土器は、古墳土器って言わない。ね、なんて言うのさ、とりあえず硬い土器なんだけど、呼び方こうやって言うぞ。これ読めなかったら振っとけ。はい、末期って言います、末期。ね、これよく出てきた時にね、なかなか書けないし、古墳時代の土器って言うと、っていう人結構多い。でこれニュースとかでもね出てくるとね、意外と何時代だか区別できてない人結構いるんだよね。ちゃんと覚えてね。はい、でそれと中国朝鮮から技術や学問を伝えた人、例えばみんな大好き漢字、みんな大好き儒教、みんな大好き仏教席かどうか分かんないけど、漢字とか儒教とか仏教が伝わってきたのよ。ただ伝えた人がいるわけで、その人のことをこうやって言う。渡ってきた人って書いて、これで渡来人っていう。ね。渡ってきた人だよ。これで渡来人。ね。海だよ、海。渡ってきて泳いできたんじゃないからね。ちゃんと船で来たってことだよ。飛行機その時ないからね。はい。こんな感じ。こんなワードが、古墳時代ですよ。ね。大体300年ぐらいかな、ざっくり。だって、プラス300からプラス600ぐらいでしょ。ざっくり300年ぐらい。ね。はい。で、こんなようなワードですよ。よし、じゃあ1回目終わったぞ。そんなに古墳ってさ、覚えるワード多くないでしょ。だから、意外と取れる。ね。弥生の方がちょっといっぱいあってね。はい。ということで、じゃあ古墳時代、一応、1回目終わり。2回目、つと。ね。はい、また頑張ってやっていきましょうね。はい、じゃあ終わり。ありがとうございました。